バンドビズミドゥッピドゥッピバンバンドゥビトバン元気もりもり。あれ、まつげをね、まだやってなかったからまつげをやります。これまつげをやっぱバチバチに塗ることによって女子受けが起こりうるってことやね。ガチ恋営業頼む。 NG でーす。だって嫌じゃん、ガチ恋の人がさ、アミのストーカーとかになったら怖くない？アミマジで NG、ストーカーとか。みんなのこと大好きだよ。大好きなんだけど、恋愛の好きではないじゃん。だから嘘はちょけないもん。チークセルボークです、今日も。セルボーク、マジでアミ前職チーク持ってんねんけど、マジでいいよ。ハイライトもセットだから。ファンサービスも好きだよ。嘘ですか？嘘ではないよ。恋愛的な意味ではないんだけど、みんなのことは好きだよ。だってアミのことここまで連れてきてくれてんのみんなだもん。だからマジでありがとうとか、そういう気持ちはめっちゃあるの。だけど恋愛の愛しているとか好きとかそういう気持ちは違う。違います。うん、星の愛にはなれないなって感じ。タバコ吸ってる？タバコ吸わない、アミ。タバコ吸う友達多いけど、アミタバコ吸うとね、喘息だからダメなんだよね。ケホケホしちゃう。勘違いされたくない感じか。そう、なんかさ、アミ可愛いやん、顔がめっちゃ。だからさ、アミに言われたらさ、みんなさ本当に好きになっちゃうねん。アミが好きだよとか言ったら、からそれが怖いの。困っちゃうじゃん、みんなが本気で好きになっちゃったら。リアコ、リアコ、あの本当に嫌だ。なんかさ対応めんどくさいしさ、なんか彼氏面とかするしさ、のくせにさ、ちょっとアミがさ、その人が思ってることと違う行動したら、あ、ファンやめますって言うじゃん。だから寂しいしさ、そしたら嫌だ、厄介。2冊目の写真集の計画ありますか？ないから、今計画立ててるみたいな感じですね。写真集出したい、2冊目よいしょ、えい、紙を巻きます。リアコがストーカーするからか。そうだよ、あ、言ってないだけどね、めっちゃ怖いこといっぱいあってんの。だからもう本当に女の子ファンを増やしたいの。女の子ファンは安心じゃん、まずメリット。安心だし、同性に好かれるのってやっぱ難しいから嬉しいなって思う。だから男ファンがいらないって言ってるわけじゃなくて、女の子ファンを増やしたいっていう話、割合をね。そしたらイベントとかもだいぶ民度良くなると思うの。今男の子ばっかりだから、なんかイベントの民度が本当に悪くて嫌なんだよね。まあ、日によるけどね。日によるけど。よいしょ。リアコする感覚が俺には分からん。ねえ、俺にも分からんよ。ああ、また俺って言っちゃった。ツイッター見てショックで押すのおじけついちゃった。めんどくさい、食べすぎて迷惑かけちゃう、ごめんね。え、うちツイッター何書いたっけ、何書いたっけ、ごめんね。やっぱりあみちちゃんのツイッター毎回見てるけど考え方好きです、嬉しい、ありがとう。え、何書いたっけな、マジで覚えてないな。バンバン、それは年齢層じゃない？年齢上がればいい気がする。あー、確かにね、頑張ろう。私女の子だけどアミチ大好きで、一番声大好きです、嬉しい、ありがとう。顔がええからだるいよ、君みたいな顔。確かにね。え、うち何書いた？
INFP で推し活してるけど迷惑。そういうこと？ INFP のやつがそんなところに？ごめんね。違うの、アミが INFP を嫌いなのは、なんか普通に、うわぁ、なんて言ったらいいかな、難しいの。なんか、インフルエンサーの子で、結構、INFP の人、私、内向的が90何パーセントで、みたいな書いてる人がいっぱいおるじゃん。なんかアミが、それは、なんだろう、自慢できることじゃないじゃん。それがなんかね、嫌やってんの。それだね、INFP 全体的に、キモいみたいな、ネタみたいなのが、うちの身内であって、でそれでね、なんかね、やっちゃった。だから、そう、でも、昨日 INFP のいい人に会って、INFP とかそういうの関係ないよねみたいなツイートだよね。多分。MBTI ごときでくくっちゃいけないよねみたいなやつだよね。消しちゃったよね、多分そのツイート。そう、あと私 INFP ですみたいな歌がやね。だから ENFP みたいなやつもやだ。私 ENFP です、実はこういうことで読んでますみたいなやつが嫌だっていう。だから全然そんな誰のことが嫌だとかじゃないよ。怖かったね。今日夜ご飯何食べるんですか？決まってないですね、今日は。なんか何も食べなくていいかなって思っても、なんか一旦ダイエットしようかな。聞かれてるならいいけど、自分から必要ないな。確かにね、ミスったね。ミスでした。スキンケア何使ってるんですか？スキンケアは、ね、今、なんだっけ？あれ、なんだっけ？F オーガニック使ってたんだけど、なくなっちゃって。もうあみめっちゃ使うの、なんか量使うっていうか、なんか飛んじゃうんだよ、いろんなとこにピッ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 って。ほんでなんかあれなんだよね、キラジマピンク信じてもいいかな。わかんない。信じるって何？ライブが一番可愛い、嬉しい。でも確かによく考えたらさ、 INFP INFP ってことはさ、内向的、感情的みたいな、そういうさ特徴を考えたらさ、 INFP 嫌いだったけどっていう文章があったらさ、本当にね、 MBTI が本当の本当なのだとしたら、そこ見て、あ、ここはいいってなっちゃうよね。っていう意味で言うと MBTI って本当に合ってるのかもね。どうなんだろうね、 MBTI で人くくれないって思ったけど、意外と、ナミ、あれだから、人の気持ち、人より、理解するの遅かったりするから、結構傷つけちゃうこと多いと思う。みんなのこと。なんか、気づいたら矢が飛んでるかも、アミから。でもアミは矢のつもりがないんだよ。なんかアミも、AI みたいなインフルエンサーになろうかな。なんかインフルエンサーみんな AI みたいやん。顔綺麗でみんな言うこと同じで、イベントの告知しかしないで、たまにみんなに大好きですって言って、そんなんでいいんかなって思って、アミは自分の意見とか自分のキャラとかが出たらいいなって思ってるけど、そうでもないのかなとか。最近ガチ悩みなうなんだよ。同じ悩み。どっか行くの？猫ちゃんの病院行く。あみち、ジンジンと仲良くなりたいの？ジンジン仲良くなりたい。何してんの？
嫌どころか毒針飛ばしてるやん。マジ自覚ないんだよね。ほんとね。ヤーミー、高校生の時にもう友達にそういうことで怒られたな。難しいな。なんか自分から言われるのは本当得意じゃないんだけど、人に言うのは本当に得意なんで。いつまもみえやめ、しんどい時はね飛んでくる。今日しんどいかも。なんか、アミっていう人間自体が終わってんだよね。それをやっぱ前提に置かないと、無理していい子のふりしたら辛い気がする。今後いっぱいいっぱい失望させる気がする、みんなのこと。アミの可愛さも特別じゃないしね、そんなに。難しいな。悪い子じゃないんだけどな。悪い子じゃないんだけど、人の気持ち考えるのが下手くそやねんな。ズバって言っちゃうタイプの性格？かも。アミチ好き。アミも好き。アミのいいとこ見とこ。キリは大好きだ。キリちゃん好き。アミも。キリちゃんかわいい。大好き。いい面たくさんあったんだよ。よかった。ならよかったよ。まあ、死なずとも。どうせ死んでしまう命なんだね、いつかは。大事に使っていこう、お互い。女の子受けする動画あげたらね、と思ってね。彼氏への愚痴募集したら男の子から大バッシング。なんかアミチそういうのやると思いませんでしたっていうの。難しい。みんなに好いてもらうってめっちゃ難しいよね。無理じゃん。マイケル・ジャクソンってすごいよね。どうやったんだろうね。世知辛いね。いやでも好いてもらえるわけないんだよな、冷静に考えて。親にも愛してもらえなかったのに。親でもない人に愛してもらえると思ったのが間違いだった。歌ってみたら出すか。確かに歌ってみたら出すかも。歌ってみたらあんな気するかな。なあ、結構人の歌ってみたら共感性周知感じちゃうんだけど。いや、せっかく悪いからだな。彼氏にどうですか、チビチビチャバチャバ。いいえ、無理です、ごめんなさい、バイバーイ。毎日の骨格ウェーブですか。上がストレートで下がウェーブらしいです。おーしみち、ポニーテールしてほしい。オッケー。やばい、猫の病院行かないと。もうやだ。じゃあ猫の病院行かないといけない時間なので行ってきます。バイバーイ。